しーもーどうし、なんか忙しバタバタしてんじゃねえか。あ、なに、なに、あ、今ね、やばいよ、町の外。どうなんですか。うん、なんかね、結構バチバチやってるらしいけど、ちょうど終わったんかな、多分。なるほどね、結構落ち着いてたけど、ね、今病院前あたりは何もなかったよ、うんうん、電話入ってたからどうしたんって思って、イエスタデイ、昨日かな、マジで忘れた、もうなん、多分何もないわ。あ、なるほどね、あるわ、チンピラ全然起きてないからもう死んだこと、寂しくて死にそう、そう、死んだことにしようかなと思って。え、うちも死ぬ、やだ、それは認めない。重い、重くない、重くない、そんぐらい好きなの。はいはいはい、あ、もう大丈夫です。何、死んだことにしないで、勝手にうちのスキピを。すいません、そうですよね。え、まず許さんよ、さすがに。そうですよね、うん、yes、 はい、そうなんですよ、申し訳ない。うち、あれだからね、待ち受け勝手にツーショットにしてるぐらいに好きだから。はい、わかりました。たまに眺めてるからね。はい、早く帰ってきてほしいってことですよね。いや、めちゃくちゃ帰ってきてほしいに決まってんじゃん。電話してますよ、ちゃんと。え、なんか重いかなって思って 1,2 回しただけ。うわ、それ良くないですね、やっぱ毎日しないと。え、毎日電話はキモいじゃん、普通に。まあ、キモいって思われて、まあ、それはキモいか。やだよ、好きな人にキモいって思われるの。まあ、でも俺はキモいって思われてもいいかなと思って、俺昨日から一昨日からの毎日5回ずつ、あの履歴に残すようにして5回連打してる。やめて、うちの うちの不在着信流すのやめてくんない。すれあげないで、もうね、すれあげないで、うざ、はい、まあ、だから上書きしておこうかなと思いますね。もうマジでもう書けないで、うちもう一番上にワンオクロック来るよりうちも書けるから。いや、無理やね、それは。え、無理、やめて、キモい。逆に僕がやってるかもしれないと思ってロックがやるとキモいと思われるかもしれないからね。え、言っとくけど、何言ってるか分かんないけど、うち大体戻ってくるぐらいの日程分かってっから。なるほど、それはキモいわ、それの方がキモいそれの方が普通にキモいわ。いや、普通にキモい、やめれる、それは普通にキモいけど。まあ、うちあれだからね、いや、もうマジで一番待ってるから、チンピの帰りを、はい、分かりました。何、冷やかしですか。いや、冷やかしじゃないです。僕ちょっともう死んだことにして、あのお墓立ててバイバイの、なんか、やめて、マジ、お前さお前マジヒットしに行くよ、お前、あんま舐めてるな。分かりました、すいません、うちのスキッピ殺すんじゃねえぞ。すいません、すいません、分かりました。おい、はい、おい、お前あんまり調子に乗ってるとグーだぞ。はい、分かりました、黙れグーだぞ、お前。はい、分かりました。はい、もしもし。電話かけすぎだろ、お前。え、お、生きてたの。生きてるよ。俺一応死んだことにしてて。あ、死んだことにしてた。そう、してたんだよね。もうすんな、あんまり死んだことに。あ、ダメなんだ。うん、ダメだよ、生きてるから。すごいね。いや、一応その、うん、やっぱ誰からもかかってきてないと悲しいかなと思って、いっぱいかけておいて、あ、求められてんじゃんと思ったらさ、また起きてくる希望になるかなと思ってかけといたんだよね。いや、それ嬉しかったよ。やめて、それ。うん、嬉しかったよ。ちょっと、ロックから聞いたよ、でも。ロックから聞いた？お前、ロックの、はい、不在着信を流してやるっていう最悪な理由だったけど、俺が聞いたの。あいつ、あ、それに、それでもいいなって思ったんよ。その途中で、最初らへんの15回目、だから3日間、5回ずつかけてたんだけど、うん、3日目ぐらいまではその普通にかけてたんだけど、その話をしたら、やめてくんない、うん、私が一番上でありたいのとか言い始めて、めんどくさい感じになってたっていうのあったんだけど、起きたんですね。起きたよ。もう全部落ち着きましたか？落ち着いたね、割と。よかった、もうあのままカラオケ館、カラオケ館から出なくなるのかと思った。カラオケ館から、え、何それいや、あのカラオケのところからもうね出てこなくなっちゃって、うん、カラオケ配信者に引っ張ったこうかと思ってたんだけど、いや、よかったです、戻ってきて。お前、俺の配信かさ分かんなかったいや、よかったですよ、ちょっと。ただ電話かけただけ。じゃあ、いや、本当にそうね、そのいつまで寝てんだっていうのを毎日かけて、いつか起きてくるといいなっていうのは感じながら待ってた感じですね。いや、よかった。じゃあまた話す、また話しましょう。ありがとうございます。いや説教です、お前。ふざけろ、あいつ、こいつ、こいつ。出た段階でもうここになるみたいな。
はい、もしもし。シモン、パパ、ごめん、ちょっと新人説明してて出れんかったわ。いや、困りますよ、ちょっとあなた悪評を広めてもらうと。何の悪評？なんか、通話履歴を一番上にしないためにいたずら電話をかけてたみたいな言われたら困るわ。いや、うちすんなよって言ったかんな、ちゃんと。さすがに困るわ。うちの通話履歴流すんじゃねえぞって言ったかんな。流すためじゃない。いや、だってさ、その久しぶりに起きてきてさ、通話履歴がさ、全然なかったら寂しいかなと思ったからいっぱいかけてたんだよ、僕は。あ、なるほどね、気遣いだったんだ。はい。え、お前もチンピラのこと狙ってんの？いやいや、狙ってないですけど。いや、でも、えらい電話来たの、ロックには。あ、来てないんだけど、普通に。脈ないじゃん、もう。あ、なに？違う、もうやめて。え、なに？は？え、だってでも、ロックの話先にしてたよ。嘘つけ。ほんと嘘だよ。ロックがこうやって言ってたっていう話をされたから、俺はその後にロックに電話してるわけだから。言っていい、はい、何も連絡なくて、はい、仲間たちと一緒にたまたま新しいお店に行ったら、たまたま鉢合わせて、あ、ロックみたいな感じになって話したんですけど、はい、忘れてたよ、あいつ、うちのこと。いや、わからんくない。あーと思ってる、はいと思ってる、やっぱキープなんだ。いや、私なんか、まあ、僕は電話来たけどね。それで、あー、私なんか、いや、うちは来なかったけどね。いや、でもだって通話履歴残ってたんでしょ。いや、重い女って思われたくないからさ、なんか本当に最初の1日2日だけ寂しいから連絡したけど、はい、ちゃんと我慢して待ってたのにさ、はい、だとしたら、マジで上書きした説ある、俺が。だから上書きするのやめろよって言ったのにさ。お前さ、その後に、まあ俺は10回ぐらいやったパンちゃんばっかじゃんっつって言ってて、は、電話したのにって、なんで連絡くれないんだよって言って、はい、携帯開いたらパンちゃんから連絡ばっか来てんじゃんとか言ってて、はうちからも来てんだろって、はい、って言ったら、今初めて見たっつって、うわ、パンちゃんいっぱい連絡してくれてる、嬉しい、ハートみたいな感じだったからさ。キモいね、それの、はあ、お前狙ってんの、ま、お前、うちがさ、キモい、普通につけてる男狙ってんじゃねえぞ。そんなこと言ってたな、あいつ喜んでんじゃねえか、ふざけんな。いや、ちょっと可愛いとか言って、ちょっと可愛いとか言ってねえ、マジイチャイチャするのやめてくんない？ほんと。いやいや、ちょっと待って、ね、してないけど。おい、お前してないんだ。お前やばいよ、やってること。やばいよ、やってること。ほんと泥棒猫みたいだよ、お前。いや、お前の解釈の方がやばいけど、普通にそんなこと言ってるやつも。こっちの通話履歴流して、はい、可愛いって思われて先に連絡とかして、はい、ちょっとチンピラにうちの悪評広めんのやめてよとか言ってんのガチでさ、超計算高いクソ女がやってること、今お前うちやってんのかな。おい悪女じゃねえか。悪女だよ、お前もやってること。いや、すいませんね、ちょっとね。いや、すいませんね、じゃねえぞ、お前。二度と通話履歴埋めんじゃねえ、はい、うちのスキーピーの。はい、わ、はいはい、かりました、気をつけます。まあ、冗談だよ、冗談。普通に、チンピーが寂しくないようにしてくれたんだもんな。いや、まあ、あんま考えてなかったけど。あんま、なんかそういうことにしとかないと、なんでいっぱい電話したのかの示しつかなくて。あ、なるほどね。そう、特に別にそもそも用ないし。まあ、用はないから。うちらが電話するとき用あるのないだろ、普通に。あるときの方が少ねえわ。本当にそうなんよ。基本用ないから、電話してでも。うんうん。っていうのもあってっていう話やね。まあ、とりあえず起きてたんだね、チンピラ。いやね、さっき本当に、今日かね、なんかもう幽霊かと思った。多分今日だと思う。多分今日やね。いや、お前なんか前でも生きてなかった、俺に。俺がチンピラが死んだことにしてたんだよねっていう話したらさ、うん、は、戻ってくる日知ってますからみたいな、なんか調子乗ってるって生きてましたけど。俺に、いや、ちゃんと街から俺しばらくいなくなるよって言われてたから、はい、あ、それはでも逆に俺言われてないから、まあ、じゃあやっぱ、いや、いい、やめて、そうやって悪女みたいにさ、フォローしてさ、は、俺の方がチンピラと連絡取ってるしみたいな。まあまあまあ、ちょっとは気にかけてくださってたんじゃないですか。まあ、俺より下だけどねっていう副音声聞こえてんだよなって。あ、やめろし、マジでお前になんか負けねえかんな、はい、すいません、わかりました。じゃあ、さよなら。はい、さよなら。こんにちは、どうも、お願いします。